小池清は、日本の元アナウンサー。毎日放送勤務後、フリーアナウンサーに転身。東京府東京市滝野川区田畑出身。東京都立北園高等学校を経て、早稲田大学第一文学部英文科へ進学した。壮大の同期には、俳優の渦井健也、元読売ジャイアンツ選手の広岡達郎、元日本テレビアナウンサーの金原次郎らがいた。 大学卒業後の1954年4月に毎日放送の前身、新日本放送にアナウンサーとして入社した。当時の新日本放送はラジオ単営局で同期のアナウンサーに藤本英二がいる。なお、新日本放送は1958年に毎日放送と解消。1959年3月1日にテレビの本放送を開始した。 入社2年目の1955年には、ラジオ番組、近鉄パールクイズの司会に抜擢された。さらに MBS テレビでは、1963年10月から1983年9月までの20年間に、わたって、同番組のノウハウを継承した、アップダウンクイズ、ネットテレビ系列一部局ネット1975年4月から、TBS 系列全国ネットに出演。 司会時代にはオープニングのハワイへのご招待。10問正解して、さあ、ハワイへ行きましょう。というフレーズと臨機応変にしてスピード感あふれる進行で全国区の知名度と人気を得た。その一方で若手アナウンサー時代にはスポーツ中継にも出演。MBS テレビがネット系列だった時期の大相撲ダイジェストでは大相撲を張る場所。 1964年の日本シリーズ南海大阪神第3戦ではラジオでそれぞれ実況を担当した。1976年1月5日からは MBS Now の初代メインキャスターに就任。その後はアナウンサーとしての活動を続けながらアナウンス室長としてアドリブランドの誕生などに携わった。1984年5月31日付の 人事異動でアナウンサー室を離れたが、アドリブランドには同年6月6日、放送分 MBS Now には同年9月末まで出演していた。その後は移動先の秘書室で1986年まで室長を務めたのを皮切りに、報道局解説委員長や社長室長を歴任。1993年8月に毎日放送を定年で退職してからも、 子会社の MBS 企画で代表取締役社長や顧問を務めた。2000年7月からはフリーアナウンサーとして MBS テレビチチンプイプイの VTR 気候コーナー佐川光雄の全略旅先にてや夏休み期間中の特別企画ハッピーアワー体操でナレーターを担当全略旅先にての終了を機に同番組を交板するまで ゆったりした口調で往年の名調子を披露していた。また、毎日放送の開局記念番組や特別番組にもスペシャルゲストでたびたび出演。アップダウンクイズにちなんだ特別企画に登場したり、新日本放送時代やテレビ早々期の貴重な思い出話を披露していたりしていた。チチプイプイ交番から約半年後の二千十二年四月十八日に肺炎のため、 入院先の病院で成去した。80歳没。テレビラジオ以下はいずれも毎日放送ラジオで放送された特別番組。ありがとうございます。